喋ってるのは全部あの上にいる人たちか。この建物は、この建物は入んない方がいいやつ？めっちゃ汚染されてますよっていうやつ？俺撃ってるんじゃないよね。ああ、まあ入れる。おっと、これは靴履けるじゃなくて、これは修理用アイテムかと、バッテリーラッキー、シュラフマット、これも修理用アイテム。バッテリーならちょうどいい。これは半分ぐらい回復のバッテリーだったよな。 14%、 使っちゃおう。やだ、地下がある、ここ。こいつら好戦的でもないのか。ナイフナイフナイフ、おお、ほら、え、バイオネット一撃で倒せるほどでもないのか、これ。なんだろうな、このネズミみたいな生き物。不気味だから倒しとこう。全然当たんない。なんて読むんだろう。わかんない。あー、なんかないかな。ここはネズミしかいなさそうだけど。スタッシュとかあればなお嬉しい。また天気悪くなってきたか。あ、しゃがまなくても動ける。ここは赤はない。そうや、あ、なんだ、ここ出るだけか。で、上にいる兵士さんたちに挨拶でもしてこうか。はしご、あ、これか。この子に呼んで敵とか言わないよね。さっきからずっと下探索してたんだから。お？フリーダー？あれ？誰かに攻撃された？ノラスカーズはやげすにまいに。まあ、何を聞いたところで、どうせ情報は持っちゃいないんだけど、何してんの？金が必要なんだ。それはね、俺もなんだよ。ああ、何この人、案内してくれんの？お金払ったら。別に今行きたいところはない。いい武器持ってんじゃん。でも今ショットガンが万能だから、まあ遠距離の敵は撃てないけど、特に不満はない。ああ、どうしようかな。まあ一旦報酬もらいに帰ろうか。で、そうだな、防具はボロボロだけど、完全にお金次第なんだよね。お金次第では、ここのキャンプ行って、ここのキャンプ物資が美味しいって聞いたから、まあ、物資というか、まあ敵兵士の持ってるアイテムとかも含めてなんだろうけど、ここにいるマーセナリーをボッコボコにしてやってもいい。ヒット&アウェイ、セーブ&ロードをね、繰り返せば
と倒せるはず。一旦駅に戻ろう。あー、専門の技術者のみ使用可能。クエストアイテムなのかな。売れないんだ。そっか、ま、この辺はいらないから売って、食料か、お食料。あ、そういえばいつだかか、パンを欲しがってる、あれはマーセナリー？バンディット？ストーカー？誰だったかな？4 人ぐらい集まってる部隊さんがいたから、パンを補充しとこっか。ブラッドサッカー倒してきた。よっしゃ、8500。他に仕事、あるぜ、あるぜ。6600。ひたすら金を稼いでるな。未確認のミュータント。おお、はい。で、そうだ、他にも仕事を与えてくれてる人がいたはず。ん？セメント工場で埃をかぶって寝てる。あれ？これってもしかして持ってきてる。ああ、で、これからは特別優待価格での提供といこうじゃないか。ほほほ。あ、修理とかを特売でやってくれるっていうの。工具も欲しいってか。ああ、これからもコンデンサとかヤニとか基板とかを見つけたりしたら割引してくれると。ま、とは言ってもね。ああ、これ以前のフィールドにいた時のアップグレードよりも安い気がする。へえ。ちょっと試しに改造してみよう。ちょっと軽くなった。終わり。それじゃ変化が分かんないんだな。はい、なるほど、あの人がクエストアイテムだったのか。なんか人が増えてる気がするんだけど、そういえば最初この辺の人たちなんか揉めてたんだけど、あ、やばい、眠たくなってきたかも。これは眠たくなってきたんだと思う。多分眠たくなってきてるから休もう。で、起床するともう腹ペコリンチョと。いいもの食べちゃおう。この駅の入り口付近にいた人らから任務を受けれるはず。こっちだったかな。おっ、ノラスカーズはやげすにまに。おおお。この人だったかな。借金どうとかって言ったか、この人。はあ、ははあ、借金とかして利子とかの話で揉め事になってますと。え、代わりに借金返しに行ってくれないかって。お、これはこのお金を猫ババしてバンディットをぶっ殺してやればいいんじゃね。よし。お、なんだよなんだよ。Здравствуй, сталкер。この人はパイロット。もう任務を受けれる人はいないかな。удачи тебе。не верю я что-то тебе。あ、そうだ。この人グリズリー？グリズリーって言うんだよね、きっと。ストーカーの一員の救出任務を依頼。
されてたんだった。まあこんなボロアーマーの兵士でもよければ。いや一応注意だ。いけるぜ。午前1時以降に指定された場所で彼らに会う必要がある。こっちはバンディット、こっちはストーカーに会え。これはまだ持っていないアイテム。なんか全体的に微妙なんだけど場所が。まあまあまあ行ってみるか。まあまともに使える武器はショットガンオンリー。あ、暗い。とりあえずバンディットから行ってみるか。こっちの方角か。にしてもね、このゲーム本当に夜はがっつり暗いな。ライトも暗いんだけど。お、狂犬かな。夜だとモンスターが接近してることも分かりにくいからね。大丈夫？ここは汚染された林。ああ、見りゃ分かる。検問所。そこにバンディットがいると。まず話はちゃんとしてくれるんでしょうね。してくれるんでしょうね。大丈夫？こんにちは。со всеми вопросами вали к бугру。はい。この建物の中だ。めっちゃ兵士いるけど。ну чё тупим? всё погудели。иди бугру по ушам катайся, а мои не казённые。バンディットのくせにいい格好してんな。この人かな？この人だ。これ返さないといけないやつじゃん。こんなにバンディットいたら。何？ 7000？ これ5000しかもらっとらん。あ、間違った。ああ、5000ルーブルは俺のもんだ。これ、マジに全員相手しないといけないやつだ。いや、ここでガン待ちしてるや。ガン待ちしてりゃ。おお、勝った。OK？ ショットガン近距離強いからいけるはず、これなら。全員ぶっ殺じゃ。負傷したね。おお、痛い。あ、出血してんな。OK？ おっしゃー。ちょっと包帯。待って、こんなもんじゃないはず。まだいたはず。あ、来てる来てる。あれ？来てるよね。まだ勝負する。ああ、閉じた。開けた。あ、閉じた。なんだそりゃ。開けた。
А то что? Хуё. Берём его, тёпленько! Окей. О, брю-брю してる. Что-то окейчао. Чира? Мада ашиото га してる. О, меши ка, これは. Меши じゃねえ. Окей. 俺、多分全員バンディットだと思ってぶっ殺してるけど。バンディットだよね。違う人混ざってないよね。いて。こんだけの人数狩ればいい風になるんじゃ。ああ痛いよ。出血した。ガンマチスタイルの方が強いのかな。まだいる？全員やったかな。足音しないし多分やったね。おっしゃ。借金したやつが悪いんだけどね。ちゃんと返せないんだから。まったく。あるもの全部いただきましょうね。こっちなんかある？なんもない。おお、すげえこれ。超装飾されてる。スコープ外せる。あ、けどこれにしかつかない。拾った武器は別にな、使おうとは思わないんだよな。ショットガンの弾めっちゃ持ってんの、ありがてえ。みんないい武器持ってんな。売らせてもらおう。なんだこれ、タバコか。いやいやいや、大したいいもん持ってるじゃない。よかった、全員倒して。ああ、プレイボーイまで持っちゃって。プレイボーイはあれ、あ、犬か。プレイボーイは、商人よりも個人に売った方が高く売れたんだけど、前作とかは。本作はそうでもないんだよな。あと、バッテリー切れた。これでよし。うん、こんなところか。ガンマチがこんなに強いだなんて。あー、ただの検問所なんだけど。あ、そっか、余裕で重量オーバーか今。あ、倍以上オーバーしてる。なんかないかな、他には。これは、あ、スタッシュなんだ。タバコ、タバコ、弾と、ハンドガン。そう、さっき敵から回収した武器にもサプレッサーが2つぐらいついてたから。あ、これ保管しとこ。このハンドガン保管しとこっていうか、今 AR 使わないから。 AR 売るか。これなんでもない。ちょっと寄り道するだけでもうね、手持ちが満杯だ。あ、で、依頼主にはどうやって借りを返したかを話せ。これ正直に言っていいのかな。全員ぶっ殺しちゃったよって言って、お前なんてことしてくれたんっていうことになったら、それはそれで厄介になりそうだけど、まあ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 。さて、いらないものは売って、使わない、今は使わないものはボックスにしまって、さあ報告しよう。これまさかさ、
バンディットを全員殺したから、ああじゃあ借金返さなくていいじゃん、チャラじゃん、お金返してとか、そんなこと言わないよね。おう、鬼だな。よっしゃ、金はゲット。よし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 。で、お金の方が今44,000ルーブルで、買えるアーマーは何があるかというと、44,000ルーブルだと、まあ、この辺は買える、この辺は買えるんだけど、この後に及んでコートってのはな、欲を言えばね、これが欲しい。あと22,000ルーブルなら買えなくもない。あーあらら、もっと仕事が欲しいな。あ、で、スタッシュから良さげなハンドガン拾ったから、これは使う。あ、で、アーマーはついに耐久力ゼロになったんで、もう着てないに等しい。あ、でもこの2つの任務ぐらいを遂行する分には、まあ、あとは立ち回りと戦闘方法次第で、あんま着てなくても倒せなかないから、プレイスキルでね、補うしかない。え、じゃあ、どうしようかな。仲間がいて、バンディットを攻撃するっていうのはね、大体仲間にね、全部任せることができるから、この任務、人質任務やろう。